はい、大野晋也です。秘密の授業というシリーズ、第4弾なんですけれども、ちょっと趣を変えて、やってみたいと思いますけれども、そうですね。考えながらいつも喋っていますけれども、そうですね。建築についてちょっと喋ってみようかなと思います。建築について、なんですけれども、建築、後ろにあります、これですね、金沢21世紀美術館が写ってるんですけども、いかにいい建築を作っていくかということも、一つテーマではありますね。じゃあ、それにしましょう。じゃあ、ここに書いていきたいと思います。いかに面白い建築を作るかと。いうことなんですけど、面白い建築とは何かという、ことを考えると、面白いなという建築、例えばどんなの、出るでしょうかね。例えばディズニーとか、ああいうお城の建築、面白いとは思わなくても、一つの一定にイメージがあるし、教会建築とか、ガウディなんか面白いと感じる人もいるでしょう。ただし、面白いと言っても、どうしても外見上の面白さ、ということになってしまう、ところがありますよね。ちょっとその前に、この消すの前のが気になっちゃうので、ちょっと、一言説明を加えておくと、ブロガーと、ブログを書く人というので、ある調査がありまして、ブログが28%が収入を得ていると。そのうちの半分、つまり、14%。14%っていうのは、プロのブロガーだっていう、おそらくアメリカの統計だと思いますけれども、そのプロのブロガーの中の75%とか40%は、大学院とか、大学を出ている、こんなような、意外と高学歴の人たちが、やってますよ。という話があります。はい。ちょっと消しちゃいます。ね。なので、私も、ブロガーのような、有料のコンテンツ提供できればいいなということがあるんですけど、そのうちのテーマとして、書いているんですけど、できそうなのは、今もちょっと話し始めた建築についてっていうのが一つ。で、前、1、2、3でちょっと挙げさせていただいた、教育。教育といっても、学校教育の中学生のでしたけれども、特に中3の2学期という、そう限定していたシチュエーションで、1、2、3の動画を撮らせていただきましたけど、というのと、私も、いずれチャレンジしなければいけない、一級建築士の方の勉強に関連すること。2級建築士は取ってありますので、そのあたりの建築士に関する勉強。で、それから、他の動画でちょっとアップしたりしてますけども、アート。自作のアートがありますので、そのアートになんかに関しても、いろいろ掘り起こしていけるかな。っていうのと、あとは、そうですね。家族とか、人生の生き方とか。こういう原則のようなことも、私、昔から興味を持って、勉強してきていますので、これもまとめられるかなと思いますし、でしょうかね。大体そんな、テーマを、それぞれ、チャンネル化したり、ブログ化したり、していければいいかなって今考えているところです。はい。ちょっと光っちゃってますけど、
これ、アーキフォトっていうふうに書いてありまして、まあ、検索していただければ分かると思いますけど、建築系のメディアとしては割とよく見られているものです。はい。じゃあちょっと一旦消します。まあちょっと、こんな感じになってくると動画のブログみたいな感じになってきて授業っぽくなくなっちゃうので、まあ、よくないんですけど、まあ、ちょっと簡単にじゃあ、挟むと、まあ塾のバイトをちょっと始めようかなっていうのがあります。あともう一つは建築の方でバイトを始めようかなっていうのが一つ、あります。そうですね、やっぱり名刀も使わなければという感じで、自分が名刀というのもちょっと恥ずかしい話ですけれども、まあ、なんか使っていないとどうしても錆びてしまうなというのはありますね。はい。で、まあ、ちょっと一個紹介させていただきたいのは、はい、これです。まあちょっとアップ、まあ、一つアートの作品としてこんな感じで写真プリントをしてみました。ブラザーの、まあ、1万円ぐらいの、プリンターですけど結構綺麗に出て、まあこれをもうちょっとちゃんと額に入れればアート作品としても売れるんじゃないかなと思って、まあいくつか他の作品も登場させたいと思ってます。まあ、ちなみに、この動画も作ってアップしたんですけど、私のメイですね、妹の2人の娘メイが今いるんですけど、この動画を見せたら、まあ、私は、まあ他のブログでも見ていただけば分かるように、まあ、日本と中国の首脳会談があったので、まあ、そのジャパン&チャイナなんていう、ちょっと政治的なタイトルを、まあ政治的なタイトルにするつもりはなかったんですけど、ちょっとまあ自分の頭がねそういう連想だったのでそういうタイトルにしたんですけど、つけたんだけれども、まあ、トマトトマトって言って、かなり笑わしてくれましたけども、はい。まあ、こういう若干こう潰れてるちゃんとした球じゃないですね、綺麗な球じゃないっていうのがまあポイントで、ちょっとこういうの作ってみました。もし、アート作品の依頼とか、こういうの写真化できないかとかいう形で、もしご依頼あったら、それはモデリングスナップの方で、いいと思います。まあ、個人でやりますけど、言っていただければ制作させていただきたいなと思います。はい、以上です。じゃあちょっと、宣伝的になっちゃいましたけれども、さっき消えちゃっていた台に戻ります。じゃあ面白い建築を作るには、まあ面白い建築っていうことで建築の、まあ、話を私がする。っていうのがまあどうなのかなっていうのもあるんですけど、まあ面白い建築、例えばまあ私が今まで作ったというか考えた中でまあ面白いかなと思っているもののアイデアを一つ語らせていただくと、すいませんちょっと思わず手の誤動作で止めちゃったんですけども、続きをしゃべります。学校建築ということで、まあ地元の設計事務所さんから依頼いただいてというか、まあ作ったアイデアとして、まあ、自分の中でもまあ割かし気に入っているものとして、そうですね、こんなのがあります。こんな感じで、
まあ、ガーゼではないですね、ビーカーでもなくて、シャーレですかね、みたいな感じで、まあ、人のサイズはこんぐらい、子供ですね。で、これが大きな大屋根の中に、まあ、入ってるっていう、それがこう、乱立するみたいな。で、これ1個が1つの教室になっているっていう、まあ、アイディアだったんですけど、黒板がこうあって、生徒がこう、座席をね、こう並んでるわけです。で、まあ、なぜこういう建築にしたかっていうことに関してなんですけども、まあ、一つは、まあ、IT とか iPad とか iPhone とかそういうものを使うことによる勉強方法っていうのが、まあ、出てきたこと、ということによって、よりこう流動的に学べる場っていうのが必要なんじゃないか。で、こう部屋をこう2個設けたっていうのは、まあ、例えばここで、なんて言うんでしょうね。同じクラスルームの中に2つの、空間を持たせることによって、まあ、なんて言うんでしょう。それぞれがいろんな勉強をするっていう、こう、使い分けっていうのは何かできるんじゃないかなと思っています。例えば、ここで、こう、動画を映すとかですね。ここでスクリーンで映すとか、一方ここでなんか歩行みたいのをやってるとか、なんかこう2つを使い分けるかのようなサークル内で行われるワンクラスていうような、まあの1回考えたことがあります。まあちゃんとね、写真でこうパッと出るようにできればいい、こんな感じって出るようにできればいいですね、動画編集で。あとは、そうですね。これもまあ、モデリングスナップのホームページで、アップしたことがあるんですけれども、それで、これはそうですね。学校ということです。学校。新しい学校。まあ、建築家はこういう新しいコンセプトを考えるのが好きで、私もまあそういう思考を思っていろいろ提案したいなと思ってます。で、ちょっと話が次に引っ掛けたんですけども、もう一つ、考えたことがあるのは、病院ですね。で、これは今、ファンケルの池森、創業者の池森さん、池森様、という方いらっしゃって、そうですね、著者の本もいただいたんですが、こういう本、物事単純に考えようと、こういう本も、信州の SBBL の方で講演をしていただいた際に、まあ、無償でね、いただいちゃったものなんですけれども、まあ、その池森、先生の方に、健康院というのを運営されているので、まあ私も、かつてですね、卒業設計の時に、医療施設というものをやったことがあったもんですから、その時、の話を、まあ、こちらの提案として送ったというアイデアがあります。それをちょっとご紹介したいと思います。で、健康医というのを、まあ、ファンケルさんでやられていると。まあ、これはちょっと、
補足させていただきますと、サプリというのを使われたのは、まあ、その池森さんが初めてだとご本人がおっしゃってました。で、まあ健康医というのに対して対極になるのが、まあ、病院であると、おっしゃっていて、まあ、病の医と健康のための医と、サプリじゃあ対応するのは何かというとお薬、薬ですね、というようなことでサプリのこともされていると。で、健康に対するもうトータルで、化粧品だけではなくてっていうような企業コンセプトで、大変共感させていただきました。で、それで、まあ、この健康院というものが、まあ、単なるビルディングタイプではなくて、一般的なビルディングタイプではなくて、なんかこう特別な新しい建築になるんじゃないかっていうのが私の方の、まあ、提案の方になります。これは、まあ、ファンケルさんの方で、されている内容で、共感した部分になります。それでじゃあ健康院というビルディングタイプが、まあ、どういうふうになっていくのかということで、まあ、私の頭の中で非常につながった建築の造形というのは、まあ、どんなものであったかというのを、まあ、実際の案がもう、まあ、JPEG とか PDF で上げときますけれども、まあ、上がってますね。モデルのスナップの方にも上がってますけども、まあ、あえて、この場でね、この場を借りてご説明させていただくと、どうもね、ちょっとカメラワークがまだまだうまくいってないんですけども、まず、自分として非常に、まあ、特徴的だなと思ったのは、ロレンツォのオイルという映画を見た方おられるでしょうかね。ちょっと正式の、題名が合ってたか分かんないんですけども、まあ、どういう映画かというと、まあ、病気になっちゃった子供さんをお父さんお母さんが見て、それに効くとされる、オイルを抽出して、そのオイルを抽出してそれを、まあ、非常に長い期間、その彼に与え続けることによって、まあ、治らないとされていた病気というのが、まあ、ある程度回復するという、まあ、非常に感動的なドラマです。確か、あれですね、実作っていうんじゃなくて、何て言うんでしたっけ、本当の話だったと思います。で、その話を、まあ、聞いたりする中で、私は、まあ、この、映画のコアというんでしょうかの部分っていうのは、まあ、医療というのは、まあ、知ってるない知らない部分っていうのもあるんだなと思って、医療の無知っていうのもあるし、逆に改めてそれを知を得たことによって、治らないと言われてたものも治るようになったっていう非常に不屈の精神、またその学習に対する強い、その映画上でも出られたご両親の意欲というのを非常に感銘を受けたので、その医療ということを学ぶっていうことは、まあ、非常に密接な関係があるんじゃないか、強い、関連があるんじゃないかと思いましたし、思っているわけです。そこで、まあ、考えた医療の施設の、まあ、コアっていうのがありまして、どういう形だと言いますと、まあ、全体はこういう、まあ、正方形に近い形をしているんですが、その真ん中、まあ、コアの部分、っていうのに、その勉強する部分っていうのを設けました。こういう、まあ、今ちょっとまた改めて考え直せと言われればちょっと再設計すると思うんですけど、当時のそのままの設計を、まあ、再現しますと、まあ、1F、2F、3F っていうような感じで、3F ですね。3階層。まあ、ここ安曇野市、長野県安曇野市ですので、まあ、そこまで高い建物を建てる必要ないですね。
で、この1、2回に対して、3回っていうのが同じボリュームであるっていうのは、ちょっとこう、圧迫感を与えてしまうので、まあちょっとこう、オフセットしたいわけです。ということで、まあそういう、まあ、細かいディティールの話を置いておいて、こんなコアの部分をまず説明します。そのコアの部分を持っております。じゃあ、そのコアの部分をもうちょっと拡大して、見ていくと、どういうふうになるかというと、まあ、ちょっとフラットに書きますけども、こんなようなデッキを持っております。で、ここにがまあ各部屋があったりして、人がね、座ったり。で、ここをこう廊下のようにつないで、ここを本棚があり。これ一部分ですよ。一部分なんですけども、こんな感じで、こう、街路みたいな、脳の集積みたいな感じです。ちょっと小さいんですけど、ここに書きますと、これをこう、こういう橋でこう、つないでいくような、そういう構成です。で、全体として円の中の集積回路みたいな風になっていると。で、これが、いわゆる、お医者さんの病院には、医局というのがあると思いますけれども、医局という、極めて閉じられた空間、閉鎖的な空間が、こういう1階にあるのに対し、1F にあるのに対し、そこを、ここ、吹き抜けですよね。吹き抜けの中の2階の部分にあたるところを、いわば医療図書館、もしくは、すいません。医療図書館とか医療学習施設っていうような形で、こういう構成、開かれた空間、オープンな空間っていうのがこう介在するわけです、上下にですね、まだ設計が、詰めてないので、じゃあここの下に降りれないように、当時は降りれたと思う、降りれるようにしたと思うんですけど、カルテルとかを一般の人が自由に見れていいのかっていうような問題があると、降りれない方がいいのかなとか、そういうこともありますので、この、もうちょっとこの動線に関しては、検討が必要だと思うんですけど、概略として考えたコアの部分、こういう集積、本棚ですよね。本棚がこう、連なっていて、それをこう学習によってつないでいくような空間と。で、ここにカウンターを設けたんです。相当大きな総合病院。こうカウンターに来て中に入ったり、そのまま先ほどお伝えしたこの四方の部分が各病院の施設になっているので散っていくみたいな。この隅から入ってきて、入ってきて、カウンターにつき、学習の部分、それぞれの医療行為の各、4点っていうような、そんな構成の建物になります。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、私が考えた、2つほどですかね。2つほどの、新しい建築のコンセプトというのを、語らさせていただきました。これは CG の実際にイメージになっているので、ある程度理解し、そちらの方を見ていただいたら、より理解していただきやすいのではないかと思います。はい。ここまでで、一つの、面白い建築を作るのはという、テーマをで、今日初めしゃべりましたので、その中の事例を1個2個と通して、何を伝えたかったっていうのが、そこに含まれていたと思うんですけども、そこで、ちょっと言葉足らずのねところもかなりあるかと思いますけれども、その2例、2つの事例を持ってこの面白い建築を作るのはっていう、答えになってない
かもしれないんですけども、まあ、今回の話としては、まあ、こんな感じで、させていただければなと思います。実際のまあ作り方っていう風になってくると、まあ、ハウツーになるので、まずはこういう感じっていう、私の中のコンセプトの伝え方、イメージのさせ方、というのをまず、お伝えしたいと思いました。またそうですね、面白い建築を作るにはっていうことで、第2弾とかあるならば、もうちょっとその、要素的な部分で、お話しさせていただくこともできるのかなと思いました。それでは今日は、この辺で、お別れしましょう。ありがとうございました。